タウバーレッタースハイムは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ郡に属す、町村。この町は、レッティングエン行政共同体を形成する、市町村の一つである。この町は、公式には、タウバーレッタースハイム集落単独で構成される。この町は1103年に、初めて文献上に記録されている。タウバーレッタースハイムは、 ビュルツブルグ市教領であったが、1803年の世俗化により、バイエルン大公領となった。その後、プレスブルクの和訳に基づき、トスカーナ大公フェルディナンドが創設したビュルツブルグ大公国に移されたが、1814年に最終的にバイエルン王国領となった。バルタザールノイマン設計のタウバー川の橋、タウバー川に架かる橋は、 バルタザール・のイマンの設計に基づいて1733年に建設された。このほぼシンメトリックな構造の橋の長さは約54メートルである。第二次世界大戦で中央部分が破壊されたが1947年に補修された。この町の主張はカタリーナ・フリースである。町議会は主張を含め旧議席からなる。タウバーレッタースハイムは タウバー川沿いのフランケンワインの産地の一つである。1922年に設立された一 FC タウバーレッタースハイムは、この町で唯一のスポーツクラブで、サッカー、テニス、体操種牧がある。ありがとうございます。